カオサイ・ギャラクシーは大のプロボクサー。本名はスラセーンカム。元 WBA 世界スーパーフライ級王者。サウスポーのファイタータイプ。双子の兄であるカオコー・ギャラクシーも同時期に WBA 世界バンタム級王者で世界初の双子世界王者。もともとは母国タイの国技無タイの選手であったが、マネージャーの2ワットラオスワンナワットに、 その強打を見込まれ1980年にボクシングに転向。同年12月17日にデビュー戦を戦い、5回小勝ちを収めている。1981年7月29日、7戦目で対国内バンタム級王座に挑戦するも、10回判定に敗れ王座獲得はならず。これがボクシングキャリア唯一の敗戦となった。 1982年1月25日、対国内バンタム級王座に再挑戦し、7回小勝ち。王座獲得に成功。1984年11月21日、世界初挑戦。渡辺二郎が7月に剥奪された、WBA 世界スーパーフライ級の王座、決定戦に出場。エウセビオエスピナルと対戦し、6回小勝ち。27戦目で、 世界王者に輝く。1985年3月6日、リヒ春シハルを7回戸に下し、初防衛成功。この試合を皮切りに、サウスポースタイルから繰り出す、左の強打をしぶきに、王座防衛を重ね続ける。1980年代中頃になると、当時センセーションを巻き起こしていたマイク・タイソンにちなみ、タイのタイソンというあだ名をつけられた。 1988年5月9日には、双子の兄であるカオコーギャラクシーも WBA 世界バンタム級王座を獲得。史上初の双子での世界王座ダッシュを果たした。1989年4月8日、10度目の防衛戦で初めて日本のリングに登場。横浜で松村健二と対戦し、12回判定勝ち。松村とは10月31日の12度目の 防衛戦でも神戸で対戦。この時は最終12回 TKO 価値を収めた。翌1990年6月30日の14度目の防衛戦では日本中にアバンタム級王者中島俊一を母国に迎えて対戦。8回 TKO で破る。1991年12月21日19度目の防衛戦。 母国でアルマンド・カストロを挑戦者に迎える。序盤に挑戦者の強打でダウンを奪われるも、その後は徐々にペースアップ。後半にダウンを奪い返すと、以降は終始優位に試合を進め、最終的には12回判定勝ち。この試合を最後に現役を引退。王座を返上した。引退後の1994年11月、マッチメーカー場、小泉の招きで来日。 高楽園ホールにて渡辺とエキシビションマッチを行った。以降も日本で行われる同国人選手の世界戦の応援などでたびたび来日している。1999年に伝堂入り。2007年3月にはタイのスポーツ紙シャムスポーツデイリーの読者によるタイスポーツ選手オールタイムベスト投票で1位を獲得した。引退後は歌を出したり、 映画、バラエティに出演、タレントとして活動をしていたが、現在はバンコクとプーケットでムエタイのジムを経営している。ありがとうございます。